思ってんだよね。種類によるんだけど、痒くなったりするんだよ目が。犬種は柴犬か、なんかポンスキーっていうのが嫁はいいらしくて。強すぎ今の。ほら声出てこいよ。あ、ポンスキー可愛いっすよ。でも高いっすよ。3、40万します。気持ちいいな今のマジで。カンストは簡単になったんだけど、間違いなく簡単ではあるんだけど、時間かかるんだけど、これだったら。それもいいだろ、カンストで。あとちょっと、ナイス。今日キレキレですね。マジで2杯ぐらいしかしてない。ずっとやってんの。調子ええわ。ステージ好きだわ。マジか。
エッパもうちょい打ちたいんだよな。やばくねこれ。大丈夫。そうなってくるとやっぱりスペゾーとか欲しいんだよね。でもそのスペゾー積むようになったらそのマニューバーでよくねってなっちゃいそうなんだよね。マジで難しいわ。まあやっぱり今スペゲが強いんかな。寿司難しいよね今回。かなりギア考える余地ありそう。こういう打ち合いになると寿司ってマニューバとかより全然強いから、これの強さがあるんだよなマジで。いやマニコラは全然別に何も積まなくても5、6回は平均で打てると思う。フルでやったらまあ普通にいい時で7回とかそれが普通みたいな感じになってるから。難しいわ今作。そういうの考えようがたくさんあるから面白い。いやそうなんだよ、寿司が弱いブラスター対面が強くなるのは強みだと思うわ。だからシューターはどっちかっつうと味方に任せる感じで。おマジか、死ぬか。マニコラはすげえ強い武器になりましたね。誰も見吹きもしてなかったから多分強くしたんだろうけど。あまりにここ。ここね、倒せるポイントだから今。うわぁ、やべ。本当に今作いいゲームだと思いますわ。やっぱ単純に打ち合いが大事っていうのは。大丈夫か、これナイスナイス、危ね。今回打ち合いが大事で結構戦略性があって好きですね。まあ、インクアーマーがちょっと強いかなって思うけど、まあでもだいぶみんな対策してきてるしね。今日一生20キロしてる気がするんだけど。何回目これ。